はい、田村市農場の田村です。今日は八夜柿の冬の剪定をしていきたいと思います。では今日もよろしくお願いします。うちに数少ない4本5本ぐらいですかね、八夜柿という柿があるんですけども、まだまだ実をつけるには早い年数の木になってます。4年目5年目ですかね、今年に。はい、柿は前年についた枝に休眠芽がつくんではなくて、今年春先に伸びた枝に芽をつけて、その芽が実をつけるというサイクルになりますので、梅とかあんずとかとはちょっと違います。というわけで剪定をねやっていこうと思います。内側にねこういうふうに向いてるようなこういう枝ですね。こういう枝を途中からじゃなくてしっかり根元から切っていきます。こういうのですね。あとこういう枯れてる枝も切っていきます。おそらくここももう先が枯れてるので切っていきます。もう枯れてますね。こういうの切った後もこう枯れてますけども、こっちはこうやって生きてますから、はい、これは残していきます。でここに新しい芽もあるんですけども、こういうな感じでね切っていきます。なるべく切っていきます。あとこういう細かな枝もなるべく根元から切っていきます。あとここもですね、枝がいっぱいありすぎるので、はい、というふうな感じで細かな枝と、あとはこっちが弱いので一本にしていきます。これもこの競合するので、これもね上の方切って、ここら辺はね、おそらくこう後々にこうまた芽出てくるので、上に伸びるやつだけ一本にこうしていきます。ここもカットして一本にしていきます。あとこれですね、これ貝殻虫がついてますので、剥がしていきます。これ大発生するので、はい、これは隣の枝と競合するので、逆にこっちはちょっとね剪定を競合しない程度に薄くちょっとね、まあ、実験ですけどもやっていこうかなと思ってます。こういう内側に向いてる枝とか下に。あと枯れてる枝は取っていきます。こんぐらいにしてみましょうかね。強めに剪定したのと剪定浅めにしたのと春先の生育どうなるかっていうのを、見ていきたいなと思います。以上です。5年もののタッチスケーメンの木になります。正直今何もしたくないっていう気持ちが